こんにちは、まさこです。今日の動画では私が準備した陣痛バッグと入院バッグの中身を紹介したいと思います。で、私はずっと下痢妊婦としてやってきたんですけど、明日から38週目で、なんか最近ギリギリじゃない日々を過ごしてる、なんか暇なんですけどみたいな。え、ちょっと待って、さっきまで超静かだったのに。クロイ、クロイやめて。 ちなみにクロイちゃんはこれからトリミングなので、ちょっと今すっごくボサついてる感じなんですけど、無事陣痛バッグと入院バッグの準備が終わって、その中身を紹介したいなっていうふうに思ってます。ちょっと仕事の関係でブランド名とかまで見せられないものっていうのもあると思うんですけど、何が入ってるかっていうのを紹介したいなと思ってます。病院から必要だよって言われたものプラス、インスタとかで YouTube とかで見たこれが必要だったとか、あれがいらなかったっていうようなリストを見ながら、まとめていて、里帰り出産なので出産確認事項っていう立ち会いになったらこういうことやってね、産院まではこういうふうに言ってねみたいな、入院中はここで面、この時間しか面会できないよとか、立ち会いはこういうふうに、私が喋れなくなったらこれをやってねみたいなのをまとめてるノーションがあるんですけど、そこに陣痛バッグと入院バッグの持ち物も中身入れていて、旦那が、ね、あれどこに入ってんのみたいな感じになった時は、ここを見ればどっちのバッグに入ってるっていうのが分かるようにしました。で、これを共有してて、これ見てねって、もう何回も今のうちから読んどいてねっていう風に言ってます。1個目はこの陣痛バッグの方、ちょっと大きくなっちゃったんだけど、でも持ってこいって言われたもの入れてるから大きいんですけど、このいつも旅行に持ってっている、旅行の手荷物で持ってっているこのくらいのバッグ と、入院バッグの方は、レスポートサック のバッグにしました。で、コロコロを持ってってる人も多いと思うんだけど、前の入院の時に私がコロコロあんまりうまく病院で使えなくて、なんかよっこいしょみたいなのが多かったから、今回はこういうバッグにしました。はい、ということでまずは陣痛バッグの中身から紹介していきたいと思います。どんどん出していく感じにしますね。まずは、母子手帳と診察券、印鑑がここの中に入っているんだけど、ここからまた抜くことがあるんだけど、また最後に入れるみたいな感じになってます。ペン、筆記用具と、あと陣痛バッグに入れるって書いてあるんだけど、立ち会いの時にガウンが必要らしいので、もう先に買ってあるガウンと、あとは、立ち会い面会許可証っていうのが旦那の分がここに入っているのと、これを持ってきてくださいって言われたこの冊子みたいなやつを入れてます。と、私はこのカメラを持っていくので、カメラ、今撮ってるカメラがこのポーチの中に入ってたのと、ミニ三脚がこの中に入ってて、生まれた瞬間の動画っていうのは多分撮れないんだけど、なんかそれまでの動画とかは撮れるっていうことだったので、撮れる時に撮るためにこのカメラを持っていくっていうのと、あとカメラ関連のこの機器みたいなのもこのポーチの中に入れてます。なんか入院バッグの方に入れるか迷ったんだけど、カメラはすぐ充電必要になっちゃったりとかもするかもしれないし、メモリーカードがなくなっちゃったとかなると、なんかね、せっかくカメラ持ってきてるのにみたいな感じになるから、カメラの充電器、挿すタイプの充電器と予備の電池、あとスマホ用のスタンドもあると便利って見たので、それスマホ用のスタンド別にこっちでもいいんだけど、どうせだったらもうここにひとまとめにこういうなんか電子機器系はしているっていう感じと、あとスマホ用の充電器だから重くなってるのかな、ちょっとっていうのもあるかもしれないんだけど、と、ポータブル充電器を持っていってます。フルに充電してあってここの中に入れてます。あとはハンカチを、わかんない、どのぐらい使うのかわかんないけど、一応ハンドタオルっていう感じで2枚入れているのと、トコちゃんベルトを入れてます。で、トコちゃんベルトは生まれた後にすぐ骨盤を締めれるようにっていう感じで、病院からはお産パッドとか、なんか産褥パッドとか、なんか破水した時のパッドとか、あと簡易の骨盤ベルトみたいなのももらえるらしいんだけど、その簡易的な骨盤ベルトがどんぐらい締まるのかとかが分かんないから、とりあえずこれを持っていくみたいな感じに。あと他に産院からもらえるのはおむつ、赤ちゃんが入院中に着ている服っていうのももう全部向こうで用意してもらえるからいらないのと、あとお尻拭きもあるからいらないっていう風に言われてます。赤ちゃん系のものは本当に単位の服だけでいいよって言われてるので持っててないです。飲み物を
用意してって言われたので、あのみんなが飼ってるこのペットボトル用のストロー と、予備のストローっていうのを持ってってるんだけど、このペットボトルのダイソーで買ったこのペットボトルキャップのストローなんだけど、あの私はちゃんとレポを見ずに買ってしまって、あの綾鷹を2本と天然水を2本買ったんですよ。そしたら天然水の方にはまらなくて、これがで天然水ははまらないことが多いので注意してくださいみたいなの後から見たらめっちゃいろんなレポに書いてあったんだけど、それは全然見てなくて、あの案の定はまらないっていう事態になって、とりあえず綾鷹2本とこのキレートレモンのクエン酸のやつだけ入れてるんだけど、なんかお菓子とかは私一切入れてなくて、皆さん結構持ってこの袋に入れてるんだけど、皆さん結構なんかあのお菓子カロリーメイトとかなんかアルフォートとかなんか結構入れてたりとか、こういうゼリー系もいろいろ入れてたりするのを見たんだけど、私もともと本当にそういうの食べなくて、カロリーメイトも食べないし、なんかあのオールブランみたいなのもクリームブランみたいなのも全然食べないし、あのこういうゼリーも全然飲まないから、なんかその時だけ私飲むんかと思って、多分飲まないだろうなって思ってさ、陣痛中も一応さ、お昼ご飯とか多分出てくるじゃん、だから持っていかないようにしました。お茶だけとりあえず持ってってるのと、この中にはキエピタみたいなこのジェルシートなんか一応こんぐらい持ってってるんですけど、多いよね多分、これ多分多いんだけど、キエピタあるとおすすめって言ってる人もいれば使わなかったよって人もいるんだけどさ、まあ、ないよりあった方がいいかなと思って、あとカイロもなんか温めるためにあった方がいいって、貼るタイプのカイロがあった方がいいっていうのを見たので、それも持ってきました。一応腰に貼るといいよみたいな、でも確かにあったかいのが好きなんですよ、こういうところなんか使えるんじゃないかなって思ってる。あとマスクは結構多めに持っていってます。マスクを多めに持っていってるのと、あとはあのお口クチュクチュするあのマウスウォッシュを持っていくと、なんか歯磨きとかできない、もうおいおいなってできないかもしれないっていうのを他の方の YouTube で見て、あそうなんだと思って、このマウスウォッシュできるかどうかも分かんないけどマウスウォッシュを持っていくのと、あと体を拭く汗拭きシートを持っていってます。で汗拭きシートはまあ私だけじゃなくて、あの大地とかも長い時間一緒に立ち会うってなったら、もしかしたら汗かくの知らんけど、あの使うかもしれないから、それを持っていくっていうのと、あとパジャマを一つあの前開きのものをここに持ってきてっていう風に言われて、あと、その血行を良くするためにレッグウォーマーがあるといいですっていう、なんかあんまり荷物書いてない系の病院、あのこれが必要ですあれが必要ですとか書いてない系の病院なのに、なんかこういうレッグウォーマーとかカイロは体を温めてそのお産の時にあると便利ですみたいな感じで書いてあったから、島村で買った多分500円ぐらいのこのレッグウォーマーと三色ショーツを一つと、授乳ブラっていうかその後につけるブラつけるかどうかも分かんないけど一つと、あと前開きのパジャマをここの中に入れました。だからパジャマはこっちに1個、入院中のこっちに1個っていう感じになってます。寝てんだけどめっちゃ可愛くない？ビル袋を2つぐらい入れてます。あのポーチの中には本当に少しだけメイク道具が入っていて、リップクリームと油取り紙とリップとコンシーラーと眉マスカラとパウダーファンデと眉毛 あのペンシルとヘアゴムだけ入ってます、この中に。で、それはやるかどうか分かんないけど、まあとりあえずやばいなかったってなるよりもいいかなと思ってそれだけ入れてますっていう感じで、陣痛バッグの中はこんな風に入ってます。だから物としては割と少ない方なんじゃないかなって思うんだけど、結構このお茶が重かったりだとか結構充電器系が重いのかなってなんとなく今見てて思った感じなんだけど、まあそれはどうにもできないし持っていくしかないから、あの持ってくよねって感じなんだけどさ、これをさ、陣痛バッグと入院バッグをね、まあ、持ってくのはいいけど、私もしかしたら陣痛タクシーで行くかもしれないからさ、なんかそれでお家に1回返される時とか、マジそこが一番不安なんだよね。お家に1回返されちゃったら私どうしようみたいな、いつあと旦那をさ、いつ呼べばいいのかとかもちょっと難しいんですよね。で、こんな感じで陣痛バッグの中身があって、次はこの入院バッグの中身を紹介していきます。
な感じで、あんまりね重さはね正直こっちとそんな変わんない。だから陣痛バッグを本当にちっちゃいバッグにまとめれてる人もいると思うんだけど、なんか結構それすごいなって思った。それができたらいいんだけど、いいなって思ってました。あと病院が貸してくれるのは円座クッションも貸してくれるし、授乳クッションも貸してくれるし、自分の家の車で行けるんだったらあのクッション抱き枕も持って行って、あとテニスボールも病院が貸してくれます。でこの入院バッグの中には、まずナプキンが入ってます。ナプキンはその三色パッドみたいなのを向こうがくれるんだけど、それだとでかすぎるかもしれないとか、3日目とかになってくるともうそれだとでかいみたいな感じになるかもしれないので、まあないよりあった方がいいかということで、あの夜用のナプキン1つと昼用の多めのナプキンを1パックずつ持って行ってます。とあと、母乳パッドはもうなんか最初から出ない人の方が多いって見たので、2枚入りの試供品だけ1個とりあえず持ってって、あとはもしなんか必要だったらなんかガーゼぶち込んだりとかしようかなって思ってます。で、このポーチの中にはフェイスパックとディークリームとこのピュアレーンと、マスカラリムーバーと、歯磨きセットとメイク落としクレンジングと乳液クリーム洗顔とリップクリームと、あと髪の毛のなんか炭酸のなんかこうシューってやってこうヘッドスパみたいなのができるやつ、なんか髪の毛洗えない日もあるって見たからそれを持ってきました。あとはなんか試供品でもらったようなリム系みたいなのを試供品でもらってるので、それをとりあえずぶち込んでるんですけど、スキンケア系はこのポーチの中に全部入ってます。全部あの試供品サイズというかちっちゃめのやつにしてる。でこの中にはまた少ないちょっとメイク道具が入ってるんだけど、まあ、これもするかどうかは分かんないけど写真撮ったりとかするかもしれないし、見たんだよね、ちょっとでも眉毛を描いたりだとか、なんかちょっとでもリップ塗ったりチーク塗ったりするだけでなんかこう気持ちが締まる人もいるみたいな感じで見たから、そうかもしれない、私もそうかもしれないと思って、気持ちが締まるかもしれないと思って持ってきました。ほんと最小限の、あのもう一個の陣痛バッグの方にパウダーファンデとかはあるかはから、こっちはもうマスカラチーク、あのリップね、チークもさ、でもリップをチークに使ったりとかできるからチーク、あとなんか眉毛のパウダーとあのアイシャドウ一緒に兼用に使えるようなやつだけかな、あと顔のフィックススプレーみたいな感じ、あとカラコンも1セットだけ持って行ってます。結婚式の時もこれを使ってたんですけど、モラクのダズルベージュが大好きでこれを持って行ってます。半分ぐらいしか入ってないんだけど、これをあのポーチ持って行ってます。その他この中には前開きのパジャマが1セット、これはあのズボンと上と分かれているタイプのものと、着圧ソックスなんか必要って言われたんだけど、でもこれをね履くの難しくないと思って、あとこれ太ももまであんのね、結構厳しそう、なんか私できるかな、普段着圧ソックス履かない人だからそんな時だけ履けるかなっていう不安は1個あります。あと、まあ、レギンス1個とシーンで買ったやつ授乳ブラを1個こっちに入ってて1個、2個こっちに入ってるっていう感じね、こっちに入ってます。でランドリーもあるから、まあ、洗濯しながらって感じなんだけど、あとはショーツ類がここの中に入ってるっていう感じです。あとは赤ちゃんの退院着がこの中に入ってる。あの全部をねこういう風にいろんなバッグに分けて入れてるんだけど、赤ちゃんの退院着はまずガーゼを持ってきてって言われたので5枚ガーゼ持ってきてます。でなんか授乳の時に使うらしい。赤ちゃんの肌着と退院のお洋服、お洋服、洗い終わったおくるみが入ってます。チョコード結構長めのやつをね持って、実家にあったやつを持って行ってます。あると便利だよって言われて、で、産院からタオルを、自分の分のタオルを持ってきてっていうことを言われているので、タオルを持っていくんだけど、2個あの大きいバスタオル2個と、あとフェイスタオルを3つ持って行ってます。この中に入ってる、だからこれがなんかでかいのかな、かさばってるのかな。タオル持ってきてって言われた。タオルがさ、ある産院めっちゃいいよね。タオルもう持ってこなくていいですよみたいな産院めっちゃいいなと思うんだけど、なかなかないのかな、そういうところは。わかんないけど、爪切り、赤ちゃんの爪切りと、あとマスクを余分にここの中に入れてるのと、あと会社からあの生まれたらこの書類持ってきてくださいあのねみたいなやつ持ってくのと、余分にファイルを3個ぐらい持っていきます。なんかいろんな書類をもらうみたいだから、そのファイルをここに入れて持って行ってるのと、あと
と病院の中をね歩き回るときに、あのなんか必要な、なんかちっちゃめのバッグがあると便利だよということだったので、こういうバッグで、まあ、なんか携帯入れたりだとかカメラ入れたりだとか、あのなんかガーゼ入れたりよくわからんけどガーゼ入れたりするのと、あとビニール袋も余分に入れたのと、このいついつ生まれましたみたいなやつのサインを持っていくのと、スリッパとこんな感じで持っていってます。とりあえず入院バッグ、陣痛バッグは完成しましたっていうことで、本当にあのギリギリ妊婦のくせに本当におめでとうございます、ここまでよく来ましたっていう感じです。はい、ということで、ちょっと参考になるかどうかわかんないけど、なんか新しいことは多分目新しいことは全然なくって、あの他の方のあのやつを見ても多分同じことを言ってらっしゃる方多いと思いますし、私もその方たちの参考にして入れさせていただいたので、あの本当にそういう風になってると思うんだけど、同じ感じじゃんやっぱっていう感じだと思うんだけど、やっぱ同じ感じなんだと思う。多分みんな持っていくものってみんなストロー必要っていうし、このちっちゃいバッグは持っていくと便利だよっていうし、みんな結局回路は使わなかったって言うかもしれないし、一緒なんだよきっと。だから私もちょっとなんか参考になるかなと思って撮るかちょっと迷ったんだけど、見せれないものもさあるしさ、なんかこの洗顔を持っていきますとかもなんか見せれないし、なんかどうしようか迷ったんだけど一回撮ってみましたということで、はい、今日の動画はこんな感じになります。参考にもし少しでもなってたら嬉しいです。ということで、あの入院中もあのなんかご飯とかがすごいなんか美味しそうなあの病院だったから、なんかそういうの撮りながら、なんかそういうビログとかを撮れていけたらいいなと思ってて、なんか実家に来てなんかめっちゃいろいろな動画を撮ると思ってたら、なんか意外にも本当にやることがなくて、ずっとぐーたらしてるだけだから、なんか撮ることないなとか思ったりだとか、なんか結構ね家もガヤ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 するじゃん、だからなんか撮るタイミング逃すなと思って。でも入院してる時、いやそんなこと言えないね、入院してる時って撮るタイミング結構あんのかなとか思ったけど、でもまあね赤ちゃんあやしてたりとかしてたらさ、そんな時間もないんだろうなとか思ったりとか、ちょっとよくわかんないんですけど、まだとりあえずあと2週間で生まれてくる予定なので、はあ、本当にもう今本当にここら辺がジンジンして痛いんだけどさ、2週間過ごしたいと思います。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、バイバイで反応したね。バイバーイ。